クロアチア王国は中央ヨーロッパに存在した国家である。王国の支配領域はイストリア半島の大部分とダルマチア地方の海岸部の一部を除くクロアチア、ボスニアヘルツェゴビナの一部で構成され、およそ2世紀にわたって主権国家として存続していた。クロアチア王国は恒常的な首都を持たず、君主が変わるたびに王宮の位置も変化していた。任、ビオグラード、 9人シベニク、ソリンの5つの都市が、王の都市の称号を得ていたと伝えられている。中世クロアチア王国が存在した時代は、ブルガリア人、東ローマ帝国、ハンガリー人との間に起きた、様々な衝突と和平、ベネツィア共和国とのアドリア海東海岸の支配権をめぐる競争によって特徴を付けられる。最初の国王であるトミスラブは、 ハンガリーとブルガリアの侵入を撃退するが、王権は不安定であり、彼の死後に内紛によってクロアチアは衰退する。11世紀後半に、クロアチア王国は、ビザンツ帝国の支配の崩壊を利用して、大部分のダルマチアの海岸部の都市を制圧した。この時代に、クロアチア王国はペタル・クレシュミル4世とドミタル、ズボニミルの統治下で最盛期を迎える。 ズボニミルの死後に起きた王位をめぐる十数年の高層とグボズドの戦いを経て、クロアチア王位はアールパードアサ、ハンガリー王国に渡る。ハンガリー王、カールマーンは1102年にビオグラードで、クロアチアとダルマチアの王として退官され、二つの王国は一つの王冠のもとに統合される。二つの王国の関係の実像は19世紀に論争の原因となる。 現代のクロアチアとハンガリーの歴史学者の多くは、1102年以降のクロアチア王国とハンガリー王国の関係を共通の王をいただく、同訓連合として捉えている。当初はクロアチア人の王国が公式の名称とされていたが、時代を経てクロアチア王国の名称が正式に使用されるようになった。ペタル・クレシミル4世が東ローマ帝国の支配下に置かれていた。 ダルマチア地方のテマの沿岸部の都市の支配権を獲得したことをきっかけに、1060年以降は、クロアチアダルマチア王国の名称が公的に使用される。1091年にステファン2世が没するまで、一連の王国の名称は使われる。7世紀から8世紀にかけて、クロアチア人はバルカン半島に移住し、8世紀末から9世紀にかけて、 現代のクロアチア共和国北部のパンノニアと南部のダルマチアにクロアチア人の国家が樹立される。パンノニアとダルマチアは東西に存在するフランク王国と東ローマ帝国の影響下に置かれていた。803年にフランク王国はクロアチア北部に支配を確立し、812年のアーヘンの和訳で東ローマ帝国はザダルの司令官の手間に含まれる。 アドリア海沿岸の都市と島々を除いたクロアチアにおけるフランク王国の主権を認める。フランク王国のパンノニア、ダルマチア支配は9世紀後半まで続いた。870年代に東ローマ帝国はダルマチアにテマを設置し、デュラキオンを拠点として交易を行っていた。コトル、ラグシウム、スパラトゥム、トラグリウム、ザダルといったダルマチアの都市は、 名目上は、東ローマの支配下に置かれていたものの、独自の参事会と保有していた。クロアチア人の孔として、初めて記録に現れるトルピミルは、ダルマチア地方を拠点とし、彼を始祖とする王朝は、トルピミロビチ朝と呼ばれている。トルピミルの後継者の一人であるブラニミルは、フランク王国からの独立を達成した人物とされているが、 トルピミロビチ家の出身ではないと考えられている。ブラニミルによって、ジュッパと呼ばれる部族共同体が拡挙していた、クロアチアの諸部族の統一が進められ、879年に、ブラニミルは、フランク王国から独立し、ローマ教皇から独立国として承認される。東ローマ帝国が、パンノニア、ダルマチア支配の確立を進めると、 クロアチア公となったブラニミルは、ローマの教皇庁に接近して、東ローマに対抗し、ダルマチアのキリスト教会をローマカトリックに帰属させた。パンノニアでは、キュリロス、メトディオスによる、スラブ語の礼拝の伝統が残り、カトリックへの改修が進められる。ダルマチアでは、任の司教座を中心とするスラブ教会が勢力を維持していた。クロアチアの画家オトン・イベコビッチによる、 トミスラブ王の大官、任のジュパンであるトミスラブは、フランク王国、ハンガリー王国との戦闘に勝利し、ダルマチアとパンノニアにまたがる、クロアチア人の国家を建国する。925年頃に、トミスラブは、教皇から王の称号を授与され、最初のクロアチア王となる。トミスラブは、現在のボスニア・ヘルツェゴビナ南西部のドゥブノで、大官されたと考えられているが、 体感の時期や誰から体感を受けたのか明らかになっていない。13世紀にスプリトの大女祭トマスが編纂したヒストリア・サロニニナに収録されている2点の資料の中ではトミスラブはクロアチアの国王として記されている。925年のスプリトの3次会の議事録の冒頭部分の注釈でトミスラブはクロアチア人とダルマチア人の地域を統治する。 王として記され、12世紀の三次会のカノンでは、クロアチア人の統治者は王と呼ばれていた。教皇ヨハネス十世の書簡では、トミスラブはクロアチア人の王と呼ばれ、12世紀のドゥクラャ司祭の年代記では、トミスラブは王と称され、在年数は13年と明記されている。トミスラブの称号を記した碑文は確認されていない。ものの、 トミスラブ死後の碑文と特許上では、トミスラブの後を継いだ10世紀のクロアチアの君主が王を自称していたことが明らかになっている。トミスラブの在住、クロアチアはバルカン半島の諸勢力の中で最も強力な王国の一つに発展する。923年から928年の間に、トミスラブは別々の公によって支配されていた。 パンノニアとダルマチアのクロアチア人の統合に成功する。トミスラブ時代のクロアチア王国の正確な支配領域は完全に明らかになっていないが、クロアチア、ダルマチアの大部分、パンノニア、ボスニア北西部を領有していたと考えられている。ダルマチアの都市がクロアチア王国の支配下に入った後、スプリトの大司教はクロアチア全土を管轄下に置くことを要求した。 人の司教の管轄下に置かれていた地域も、スプリト大司教の管轄下に入り、925年と928年に開催された教会会議によって、スラブ語による典礼は禁止される。しかし、ラテン語を使用できる聖職者は限られていたため、スラブ語とグラゴリ文字は、教会で使われ続けられる。やがてトミスラブは、第一次ブルガリア帝国の皇帝シメオうにと、 衝突するが、当時ブルガリアは、東ローマ帝国とも敵対していた。東ローマ帝国は、トミスラブにアンスイパトスの称号を与えて、ダルマチアの都市と海岸部の諸島の支配を認め、クロアチアと東ローマの間に協力関係が成立する。トミスラブが、東ローマ皇帝ロマの水星レカペノスと結んだ協定では、トミスラブは協力の見返りにダルマチア地方のビザンツの、 手間の内沿岸部の都市の支配の承認と沿岸部の都市の部族集団の分配を受けたと思われる。924年に、シメオン一世がセルビアを征服した後、クロアチアはザファリアに引きられた、セルビア人の難民を受け入れ、彼らを保護した。926年に、シメオン一世は、防備が薄くなった、ダルマチア地方の征服を企てるが、トミスラブは、ボスニアコーチの戦いで、 ブルガリア軍の侵攻を撃退する。927年に、シメオン一世が没した後、ヨハネス十世の仲裁を受けて、クロアチアとブルガリアは和睦を結んだ。同時代に表された帝国の統治についてによれば、当時のクロアチアの陸軍と海軍は10万人の、不評隊、6万人の騎士、80隻の大型の軍艦と100隻の小型の軍艦から構成されていたが、 これらの数値は誇張されたものとみなされている。スティーバン・ドルジスラブの自責を記した、非文術世紀に、クロアチアの社会は大きな変化を経験する。土着の指導者であるジュパには、旧来の地主の地を没収した国王の家臣にとって変わられ、基本的な封建制度が作られた。これまで軍事力を構成していた自由農民は、濃度とされたため、 クロアチアの軍事力の衰退を引き起こした。トミスラブの後を継いだトルピーミル2世とクレシミル1世は王権の維持に成功し、東ローマ帝国と強硬両方の勢力との良好な関係は継続するが、この時代の全体像は不明確である。クレシミル1世の子であるメロスラブの知性は、緩やかなクロアチアの衰退によって特徴を付けられている。 クロアチアに従属していた周辺の諸勢力は王国の不安定な状況を利用して独立する。ミロスラブは4年の間王位についていたが、権力闘争の中でバンのプリビナによって殺害される。プリビナはミハイロ・クレシミル2世を国王に擁立し、クレシミル2世によって国家の大部分の秩序が回復された。クレシミル2世はダルマチア沿岸部の都市と特に良好な関係を保ち、 クレシミル2世の非ヘレンはザダルとソリンに土地と教会を寄贈した。ヘレンによって建立されたソリンの聖マリア教会にはクロアチアの支配者の墓が置かれている。976年10月8日に没したヘレンは聖マリア教会に埋葬され、ヘレンの石棺の碑文には王国の母という言葉が刻まれている。ミハイロ・クレシミル二世の後を継いだ息子のスティエ・パンドルジスラブは 東ローマ帝国、ダルマチア地方のテーマと良好な関係を構築する。981年にドルジスラブは東ローマ皇帝バシレオス2世から王の表彰、エパルホスの称号、パトリキオスの爵位を贈られる。爵位と共にドルジスラブにダルマチアの統治権が与えられ、クロアチア王は初めて、クロアチアとダルマチア諸都市の王を称することができた。 ドミタルスボニミルの辞跡が記録されているバシュカヒブン997年にスティーパンドルジスラブが没死して間もなくスベトスラブ、クレシミル3世、ゴイスラブラカレの3人の息子たちが王位をめぐって争いピエトロ・オルセオロ2世が指導するベネツア共和国とサムイルが治めるブルガリアにアドリア海沿岸部のクロアチア領への侵食を許すことになる1000年にオルセオロは 艦隊を率いて、アドリア海東部に侵入し、徐々に、アドリア海全体の正解形を獲得していった。ベネツィア艦隊は、クバルネルワンヌ島々とザダルを占領した後、トロギルとスプリトを占領し、コルチュラ島とラストボ島を支配する、パガニア人との海戦に勝利した。クレシミル三世は、ダルマチアの都市の奪回を試み、クロアチアの反撃はいくらかの成功を収めるものの、 1018年にクロアチアはロンバルディアと同盟を結んだベネツィアに敗れる。1018年からバシレーオス2世が没する1025年までの間、クロアチアは一時的に東ローマ帝国の新住国となる。1045年当時の南東ヨーロッパの地図におけるクロアチアペタルクレシミル4世の地世に中誠、クロアチア王国の半島は最大に達する。クレシミル四世は、 東ローマ帝国からドゥブロブニクトデュラギオンの手間を除くダルマチアのすべての都市の最高支配者の地位を認められる。クレシミル4世の地勢に行政区画の改革が行われ、国土はジュパンが統治するジュパニアに区画される1072年に、クレシミル4世はブルガリア人とセルビア人による半島ローマ放棄を支援する。1074年に、 東ローマ帝国はクレシミル4世に対する報復として、ノルマン人の軍隊をクロアチアに派遣し、ラブ島がノルマン軍の包囲を受ける。ラブ島の防衛には成功したもののクレシミル4世は、捕虜となり、和睦を結んだ結果スプリト、トロギル、ザダル、ビオグラード、ニンをノルマン王国に譲渡しなければならなかった。1 7 5年にベネツィアは、ダルマチアから、 ノルマン人の勢力を一掃し、都市を占領下に置いた。クレシミル4世の治世の最後の都市である1074年は、2世紀以上に、渡って、クロアチアを統治した、トルピミロビチ朝の事実上の終焉でもある。スペタルの特許上によれば、クレシミル4世のように先代の国王が後継者を、残さず、没した場合、新しい国王は、クロアチア、ボスニア、 スラボニアなどの7人の番によって選出された。クレシミル4世の後継者として、トルピミロビチ家の分流であるスベトスラビチ家出身のドミタルズボニミルが擁立された。ズボニミルはクレシミル4世の在位中に、スラボニアの番を務め、後に、クロアチア公の地位についた人物である。教皇グレゴリウス7世への服従、功能の支払いと引き換えに、ズボニミルは、 教皇特使から正式にクロアチア王として退官される。1081年から1085年までの間、ズボーニミルはノルマン王国のロベルトイール・グイスカルドを支援し、ノルマン王国の東ローマ帝国とベネツィアとの交渉を援護した。ズボーニミルはノルマン軍のオトラント海峡の通過とデュラキオンの都市の占領を助け、ノルマン軍がアルバニアとギリシャの沿岸部で遭遇した。 戦闘の多くに援軍を派遣する。このため、1085年に、東ローマ帝国はこれまでクロアチアに認めていた、ダルマチア沿岸部の支配権をベネツィアに譲とした。グラゴル文字で記された、バシカ碑文には、ズボニミルが、ベネディクト会の修道院などに寄進を行ったことが、記されている。ズボニミルは、クロアチア王位に着く前、1063年に、 ハンガリーの王女ヘレンと結婚していた。ヘレンはアールパード朝ハンガリー王国のベーラ一世の娘であり、1077年にハンガリー王に即位したラースロー一世の姉妹にあたる。1089年にズボニミルはボスルがどのような状況で没したか判然としていない。広大に成立した伝承では、1089年に起きた反乱で、 ズボニミルは殺害されたことが伝えられている。ズボニミルは後継者を残さず没し、トルピ・ミロビチ家の本流の出身である老齢のスティエパン2世が大いにつく。スティエパン2世は大部分の時間をスプリト近郊の修道院で過ごし、1091年に後継者を残さず没し,した。スティエパン2世の没時にトルピ・ミロビチ家の男子は生存しておらず、まもなく、 クロアチアに内戦と同様が勃発する。ズボニミルの家父であるヘレンは、後継者問題の中で、クロアチアにおける権力の維持を試み、クロアチアの貴族は、王家と、遠赤関係にある、ハンガリー王、ラースロー一世に仲裁を依頼した。また、ダルマチアの都市のいくつかは、ラースロー一世に支援を申し出、ハンガリーの宮廷で、白、クロアチア人を自称していたことが伝えられている。 このためラースロー一世のクロアチアに対する軍事行動は単なる外国の侵攻ではなく、相続権を持つ人物によるクロアチア王位の請求とされている。1091年にドラーバ川を渡ったラースロー一世は敵に遭遇することなくスラボニア全域を征服し、ハンガリー軍は鉄の山付近で工軍を停止した。クロアチアの貴族のない部分列によってラースロー一世は 軍事作戦を成功させることができたものの、いまだにクロアチア全土に支配を確立することはできず、彼が支配下に置いた範囲も明確になっていない。ラースロー一世は、老いのアールモシュをクロアチアの統治者に任命し、新たな権威の象徴としてザグレブに指教座を設置した上でハンガリーに帰国した。ラースロー一世の行動に対して、 クロアチアの封建貴族は1 9 9 3年にペタル・スバチッチをクロアチア王に選出し、ペタル・スバチッチは9人を本拠地とした。彼の知性はアール・モシュとの構造に費やされ、クロアチアを支配下に置くことができなかったアール・モシュは1 9 9 5年にハンガリーに撤退する。1 9 9 5年にラースロー一世はボッスルが新たなハンガリー王となったカール・マーンはクロアチアでの 軍事行動を継続した。先代のラースロー一世と同様に、カールマーンも征服者ではなく、クロアチア王位の請求者とみなされていた。カールマーンは、王位の請求のために軍隊を編成し、1097年に、ペタルスバチッチの軍隊をクボズドの戦いで破り、ペタルスバチッチは戦死する。クロアチアにはペタルスバチッチの他に、強力な指導者はおらず、ダルマチアは、 攻略が困難な城塞都市を多く有していたため、カールマーンとクロアチアの封建貴族の間で交渉が開始された。1102年に、カールマーンは、ビオグラードで、クロアチア王として退官され、ハンガリー、ダルマチア、クロアチアの王の称号を名乗る。1102年に、カールマーンは、クロアチアの12の部族の代表者と、パクタ・コンベンタと呼ばれる協定を締結し、 アールパード家出身のマジャール人君主は、クロアチア、ダルマチアの支配者として承認される。カールマーンは、クロアチア貴族の特権と自治を認め、貴族の中から統治を行う番を任命した。特権と自治の保持に対して、カールマーンの国境線が攻撃を受けた場合には、クロアチアの貴族たちは少なくとも銃の武装機兵をドラバガーの向こうに派遣し、ハンガリー王に奉仕することを制約した。 パクタ・コンベンタ自体は1102年より後に作成された文書と考えられているが、クロアチアの貴族とカール・マーンの間に、パクタ・コンベンタと同種の制約を定めた合意は存在していたと考えられている。王位をめぐる争いを経て1102年に、クロアチア王冠は、ハンガリーのアール・パード・家に渡り、ハンガリー王、カール・マーンは、ビオグラードで、クロアチアとダルマジアの王として、 体感を受けた。クロアチアとハンガリーからなる二つの王国の連合の正確な定義について19世紀に論争が起きる。クロアチアの貴族の選択、あるいはハンガリーの軍事力をもとにしたアールバード・朝の統治下で二つの王国は結合されていた。クロアチアの歴史家は二つの王国の関係を共通の王をいただく同訓連合であると考え、ハンガリーの歴史家の多くも この意見に同意しているが、一方で、セルビアの歴史家と民族主義的な立場を取るハンガリーの歴史家は、ハンガリーへの一種の併合とみなしている。かつてのハンガリーの死学では、ビオグラードで行われたカールマーンの体感式が論争の対象とされ、クロアチアはカールマーンによって征服されたとする意見が出された。今日では、ハンガリーの法制死学者は1526年の、 ラヨシュ2世の島でのハンガリーとクロアチアダルマチアの関係は同訓連合に極めて近いことを指摘し、イングランドとスコットランドの関係にも例えられている。ありがとうございます。